どうも、こんばんは、エンドです。今回は、東京グルリ、インボーク、新しい占領戦が始まりました。私、また人間側なんですけれども、今回こそは人間側勝てるように、頑張っていきましょう。ということで、人間側の駆逐はですね、エトとアヤトが来ています。というわけで、今回はアヤトの A を攻略していきたいと思います。初見ですね。使っていくパーティーはこちらです。名付けてサイコサンドパーティーです。真ん中にムカデを置いて両サイドを、右を、プレミアムガシャの方のサイコ、防御力と、10% 回復のサイコを置いて左側に、誕生日サイコを置いてます。で、今ね誕生日サイコを育てきれてないんですよ。サイコって人属性の敵に強いし、しかも5凸してからこいつの本領発揮なんでね、味方全体に超絶強力な 1.75 倍のバフをかけるんで、まあ、こいつ5凸してからが本当に強いキャラなんですけど、まあ、それができてないと。しかも相手は炎属性なんで全然属性が違うと、はい、武器強化も最後まで終わってないということで、まあ、引いたからただ使いたいだけっていう、はい、ただそれだけのパーティーです。行きましょう。まあ、敵が炎タイプなんでできるだけ水タイプ使いたいと思って、フェスゲンの金木とアキラを入れてます。まあ、こっちはね結構熟練度高いんですけど、武器強化が進んでないという状況ですかね。で、確実にここ防御力アップ打っていきたいんだよな。まあ、とりあえずムカデで殴っていきますか。まあ、このターンは確実にブレイク自体はできる。まあ、アタックポイントが6しかないんですけど、最高。ただすっごい武器耐久値があるんだよね。OK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 。誕生日サイコはかなり武器耐久値があるから、まあこのターンスキル打てるんだけど、まあ、次のターンにスキル貯めておいて、次のターンの最初で打てばもうこいつはそこからもうあれだから、武器耐久値削るマンになるから、ずっとこの誕生日サイコは。だからこのターンスキルがたまるんだけどまだ打たない。2ターンの間だけだから、ね、でここで防御力上げて、で次のターンムカデのスキルを1回打つと武器耐久値7下がるんだよな。だから打ってムカデを打ち切ってエトに変えて、でサイコのスキルを打ってサイコでブレイクさせて、でエトのスキルを打つみたいな感じでいいと思う。なんだけどこれね、本当はねサイコ5凸してたらね、バフもかかってね一石二鳥なんですわ。でも5凸できてないからもったいないね。うん、サイコ普通に使えると思います。ここムカデ打ちます。なかなかねスキルたまりにくいかなって、まあ、こればっかりは使わないと分かんないし、スキルたまりにくいのかなと思ったけど、おっと待て、あいつ武器耐久値1枚下がったぞ。ちょっと待てよ、これムカデもったいないけどムカデ下げよう。あいつの攻撃力高いのうっとうしいから、これエットでブレイクしちゃうのかな、分かんないな。まあとりあえずエットは殴らなきゃダメだ。あーエットでブレイクしちゃうね。まあいいや、打っちまうか最高。オッケーでエットのデバフかけて、まあこのターンサイコ下げてもいいな。いやでもこいつ武器耐久値削れるからな、どうしようかな。まあ何してもいいんだけど、とりあえずこのまま置いとこうか。ムカデも若干食らってるし、エトのバフも入れれたしね、大丈夫だとは思う。オッケー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 。まあ出血してるけど、あいつ出血が売りなのかな。俺アヤトいまだに使ったことないんですよね。あいつ武器待って、あいつ武器耐久値回復してこなかったんだが、嘘だろ。でちなみに今誕生日サイコは特攻かかってるんで、これかかってるよね、特攻かかってるからアタックポイントが8になるんだよね。一旦でここまでたまるぞと。これあれだな、せっかく連れてきた水の金木とアキラ使うあれないな、タイミング。あ、待って、あいつさ武器耐久値全く回復しないんだけどなんなんあれ、なんなんだあいつ、ド M なのか。かわいい。いやマジで誕生日最古のさイラストかわいすぎん。マジで俺なんかドツボにはまっちゃったんだけど、どうしようかな。あ、交代しようかと思ったけど単移動しちゃったかな。ムカデだ。おっと、覚醒状態になってくる。攻撃力 1. おお、びっくりした。前衛か。めちゃめちゃビビったんだが食らいませんよと。はい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 。まあ最後のターンですかね。とりあえずここまた味方に回復とバフかけて、麻痺ってる。もしかして最高これ麻痺のエフェクトか。これ何のエフェクトだろう。あ、防御デバフかな。防御デバフ入れられてんのと混乱も入ってる。これもしかして、エトは一応相手まだ攻撃力下がってるから、あいつ本当に武器耐久値回復しないな。ムカデ出して、まあ削れるだけ削りましょう。まあ駆逐なんでね、一人一人のどれだけ削ったかが重要になってくるんで、まあ、今回こんなパーティーできましたけど、次からはガチパで来るんでね。っていうか俺ムカデのさ声がうるせえうるせえってくるから、地元が見返したけど本当にムカデの声うるせえな。ずっとギャーギャー言ってるよな。あ、やっとこいつ攻撃力アップ WS マイナス、そんなの持ってんだ。おお強っ。あいつやべえな。今いくら食らったんだろう。というわけでですね、今回駆逐のアヤと A をサイコサンドパーティーで、攻略するという動画でした。人間勢そろそろ勝ちたいですね。はい。まあ第4回なんでそろそろ人間勢勝ちたいんじゃないでしょうか。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。